はい、どうもこんにちは、ジェット大輔です。今ね、深夜なので声のトーンをちょっと落とし気味にやりますね。皆さんはね、360度全天候撮影できるカメラってね、どういう印象を持ってますかね。はい、どうもこんにちは、ジェット大輔です。僕は今ね、永田町にいます。じゃーん、インスタ3603からね、発売前からちょっとテストさせていただいていた製品です。インスタ 3601X というものですね。インスタ 3601 というのがね、これまで、民生機ではねフラッグシップだったんですけども、この度形状を変えまして、さらに上位機種が出ました。一見するとね、リコーシータみたいな感じではないかなと思いますけども、どうなんでしょうね、その性能の方はね。まずはですね、もう皆さんね、作例の方見たいと思うんでね、そちらの方ね、2分ぐらいの動画になりますけどもね、360度で撮影したんだけど、360度くるくる回すタイプじゃなくて、360度で撮ったからこそのポスプロっていうのをね、ぜひねご覧いただきたいと思います。特にカメラワーク、そこに注目してください。どうぞご覧ください。はい、どうもこんにちは、ジェット大輔です。僕は今ね、永田町にいます。結構車の流れがあるからね、声がどんな風に入ってるか分かりませんけども、都心の中ではね、ここは人がとても少ないんですよね。日曜日の永田町です。永田町を歩いております。よっ、じゃあ戻ろうかな。はい、今ね戻っております。戻っているというか、僕は赤坂方面から来たんですけども、今永田町から赤坂方面に、僕は帰っているところですね。声とかね、本当どうかな、そんな大声張らずに普通に喋ってるんですけどもね、結構車の流れがあるんでね、声がどんな風に入ってるか分かりませんけども。で、これね 5.7K で撮影できるカメラってことになってるんですが、まあ、5.7K は魚眼2つで撮影した時の解像度ですね、多分ね。で、360度で書き出す時は 4K になります。さらに、なんて言うんですか、カメラポジションを固定して、カメラワークを作ったりする、そういう書き出しをすると、フル HD になると。ただまあね、そのフル HD の時の画質がですね、やっぱり元が 5.7K ですから、結構いい画質で出してくれますよね。360度の中からフル HD を切り出すわけです。まあ、GoPro Fusion ですか。GoPro Fusion もね、大体そのぐらいの解像度だったとは思いますけども、まあ似たような感じで。まあ随分ね、インスタ3601よりは、この X の方が画質はね、良くなったんじゃないかなと思います。それにしてもね、手ブレ補正、よくできてますよね。びっくりしますもん、ほんと。360度撮影できるから、電子手ブレ補正とかね、センサーシフト式の手ブレ補正とか、そういう限界がないですよね。何しろ全部撮ってるから、全部シフトしていけるもんね。これまでのシリーズね、いろいろと使わせてもらいましたけど、どんどんね、ソフトウェアの方がね、向上するスピードがすごいんですよね。まあ、ハードウェアっていうのは、この値段で、この部品でっていうことをねやってしまうと、大体どの製品もね、まあ皆さんもね、カメラとか比べてみてわかると思いますけどもね、スマホとかもそうですけどもね、大体ここの部品でこの値段でこのサイズで出すよっていうことになったらね、ハードウェア自体は似通ったことになってくるんですよね。そこをね、ソフトウェアでね、うまく補っていくっていうのがね、ここのメーカーさんのすごい上手なとこだなと。リコーシータ V と GoPro Fusion、この2つの中間に位置するぐらいの
そういう位置づけじゃないかなとは思うんですよね。日常的に使うならこのサイズ感ですよね。この薄型なんで、やっぱスッとねバッグに入るんですよね。前のモデルというかね、インスタ3601の方は丸い筒型だったんで、やっぱりかさばるんですよ。こうね、リコーシータのように薄型にしても、ああやっちゃった、今ねうっかりここでボタン押しちゃった、こういう事故多発します、多発してます。事故というか事件というか、あのね、ここにね電源ボタンがあるんですけど、この電源ボタンね、うっかりポチってやってしまうんですよね。これまた押せばね消えるんですけどもね。便利だなと思ったのがね、このネックストラップ付きのソフトケース、こういうのはねネオプレンケースはリコーシータでもね使ってましたよね。そういうのをうまく取り入れたんだろうなとは思いますけども、そこにさらにネックストラップを付けたということで、やっぱりね撮影中こうやって首から下げて使いやすかったなぁと思います。ピュッと、はい、入れました。入れた状態でもやっぱりソフトケースなんで押せてしまうんですよ。カバンの中であの何か物に当たっちゃってね、電源がずっとついてたっていうことはねありました。マイクロ USB B がありますね。マイクロ USB B です、 C ではないですよ。まあ一通りのケーブルは付属してくるんで、買ってすぐあの追加の何かもなしに、パソコンとか iPhone とかつなげることはできます。まあ、ケーブルを持ってきてないっていう時でも Wi-Fi でスマホアプリの方と接続することはもちろんできるんで、そちらの方でね取ったデータの転送とかもできます。で底面の方に三脚穴と、マイクロ SD カード、マイクロ SD カードに記録するようになっています。バッテリーがですね別になりました。ビョンと。さて先ほどねカメラワークをつけた作例をお見せしましたけども、ああいうねカメラぐる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 回すようなことだけではなくてね、ピクチャーインピクチャーもできてしまいます。でそれからですね、画面を2つに割った、スプリットした、そういったこともできるわけですね。さてインスタ3601にはいろんな自撮り棒があるんですけども、この自撮り棒、ハンドルをくるくるくるっとね連結しますとこうなります。要は、バレットタイムですね。バレットタイムできる自撮り棒なんですね。バレット、まあ個人的にはね、僕はねこのバレットタイムの機能ってあんま使わないんですけどもね、しかも頭ぶつけたんで今すっげえムカついてる。すっげえムカついてる。もちろんねタイムラプスなんかも撮影することができます。あ、それだけじゃなくて、ね、もちろんね静止画撮影もできますよ。本体映り込みますね。本体か自撮り棒の方か分かりませんけどもね、しっかり映り込んでますね。これね従来機種のインスタ3601の方だったら、 X がついてない1の方だったら消えるんですよ。まあそれにしてもね、やっぱりねアプリの方でこういうカメラワークをつけたりだとかっていうね、そういう遊びができるのが360度の面白みだなと。もちろん VR で楽しんでもいいんだけど、まあ僕ねあんまり VR とか興味ないのよ。まあ皆さんもね YouTube でそんな動画載せられてもね、ああくるくる回るね面白いねふーんでおしまいだと思うの。ここに何が映ってるのかな、後ろを見たら何があるかなとかって思わないし、実際回してみて面白いものがあった試しがないの。でしょ？そうでしょ？だったら360度ってことを活かして、すっごく手ぶれ補正が効くとか、360度活かしてカメラワークをつける。それでは最後にね、ゆったり時間が流れる感じのね、そういう動画を3メートルの自撮り棒を使ってね撮影したものをね2本ご覧いただこうかなと思います。それではご覧くださいませ。おっちゃん頭燃えとるで。あれ1984年、お風呂でおならした。昨日どこかで世界が終わる。ちいちゃんチャック開いとるで。おっちゃん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 。おっちゃん頭燃えとるで。
頭燃えとるで。